結婚しようぜ。ダネーラチェリー、何すんだよ。何もかにもありませんわ。そうだ、これが驚かずにいられるか。ブラッドベリー、あなた新参者の分際で何という大胆発言を。その通り、機械のマリオネットが人間と結婚できるわけないだろうが。ま、この際細かいことは一個なし。オタルはこの私が立派な男にしてやっから心配すんなって。不潔よ不潔だわ。いいこと、ブラッドベリー、オタル様と結婚するのは健全で上品でスイートなこの私ですわ。へえんで、胸のないマリオネットは鍋でも洗ってなっての。その通り、胸はなくとも愛は育つ。いやー、醜い汚らしいあっちって。なんだと、この花形ミツルギの綺麗な胸を見て汚らしいとはなんという言い草。ほれほれ、もっとよく見てみ。いやー、汚らしい。ねえねえねえ、ちょいと聞きてんだけどよ。結婚って何？え？あー、知らなかったのね。あっ、するってと何か？結婚ってのは惚れ合った男と女が。そう、二人っきりで一つ屋根の下に住んでイチャイチャ暮らすってことさ。あーんだ、いまいちよくわかんねえな。そんなことして面白いのか？面白いさ。面白いに決まってんだろ。おい、ブラッドベリー。見れば見るほどいい男だね。いろいろと楽しいこと教えてやっからさ、ここは男らしくスパッとあたしと結婚しようぜ。いきなりそんなこと言われたって。うわっ、あブラッドベリー、続きは明日で話そうな。もうじれったいね。オタルは私のこと好きじゃないのかい？え？私はあんたにベタボレだってのにさ。嫌いかい？私のこと。かなって嫌いさ。けど、俺はライムもチェリーも。あんだよあんだよ、ナイスバディなこの私よりエグレモネや放たれる方が好きだってのかい？いや、そうじゃなくて、3人とも同じくらい。つまり、その、なんつがよ。僕が説明しよう。よく聞け、ポンコツマリオネット。オタル君が言おうとしているのはこういうことだ。一本の丸太は簡単に折れても、むむっちゃん、くーっと、この、えいほれ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 。なんと、これだと、このように簡単に折れてしまう。だが、その弱い丸太も三本束ねれば、何しに来たんだあいつ。なあオタル、結婚しよう、今すぐしよう、とっととしよう。結婚してくれるならオタルの願いは何でも叶えてやるからさ。話して。なんだい、お安いご用さ。なあ、オタル、水臭いぜ、私たちの中で。さ、言っとくれよ、他にどんな願いを叶えてほしい？ほら、遠慮なく言っちまいなよ。空が飛びて。空を飛ぶ？
空さえ飛べりゃこんな目に合わねえ。あっ、オタル。空か。わかったよ、オタル。その願い、この私が必ず叶えてみせる。できる、できるとも。下町の天才科学者、この白河県内に不可能はない。えぇ、ー、ほんとかい、とっつぁん。いやん、とっつぁんなんて水くさいわ。げんちゃんって呼んで。よ、げんちゃん、天才、ジャポネス一、男の中の男、伊達にハゲちゃいないね。そう褒められては見せざるを得まい。おわぁ、すごい。そう、全部すごいの。これぞまさしく天才の証、田んぼのかかし。うわこれこれ、これさえあればこっちのもの。よし、一丁やったるか。僕とオタル君の友情を引き裂くという意味においては、お前たち二人も邪魔者には違いはない。だが、あのブラッドベリーというマリオネットは危険だ。危険すぎる。おっしゃる通りですわ。どうして危険なの？どうしてって、このままではオタル様をブラッドベリーに独り占めされてしまうのよ。オタルはここだもん。ブラッドベリーなんかに絶対開けない、開けない。はっ、どうやら意見の一致を見たようだな。あやつの魔の手から力を合わせて小樽くんを守ろうではないか。どうしよう、どうしよう、いやー、どうしよう。それにしてもブラッドベリーはどこへ行ったのかしら。なんだよブラッドベリー、俺にプレゼントって。見ればわかるよ。それ、あ、なんだこりゃ。人力飛行機さ。あ、人力飛行機？オタル、空飛びたいって言ってただろ。あ、空を？ブラッドベリー、まさかお前。イヤッホー！結婚は決まりだな。いいから降りろってば。あ、そうだ、このまま新婚旅行ってのも悪くないね。聞けよ人の話を。あ、クマが出てきたな。え、ブラズマン、このクソジジがどうして飛行機の作り方なんて教えたんだ。もちろん、オタルとブラッドベリーが二人きりなんて僕やだやだ。オタル様が傷者にでもなったら打ち首獄門ですからね。そんな問題じゃない。は、花見ちゃん、この星で空を飛ぶなんて自殺にも等しい行為なんだぞ。どういうことですの？惑星テラ2の上空では日に何度もプラズマ雲と呼ばれる雲が発生するのじゃ。超高電圧の電気を蓄積し、空行く者に容赦なくプラズマの稲妻を浴びせかける。まさに空の悪魔。それを知っていながらどうして設計図を渡したんですの？だって本当に飛ぶとは思わなかったの。プラズマ雲って、そんな大事なことなんで黙ってたのさ。言ったら聞いたのかよ。寝るなよ。とにかく地上に降りろ。分かった。何やってんだよ、急げよ。それが風が強くて飛んでるのがやっとなんだよ。なんだって。
れはカムナさん。様は南南西の方向へ飛び去った。つまり不時着したとしたら、ここカムナさんのどこかにいるはずです。カムナさん、あの邪悪な魔獣ポンタ君の住む悪魔の山。悪魔の山、ポンタ君。そう、名前こそラブリーだが性格は凶暴。特に母親が子供を守ろうとするとき、惑星をも滅ぼすほどの力を発揮するという。オタルくん、無事でいておくれ。オタルは無事だもん。ブラッドベリーがついてるから大丈夫だもん。お、ライムそうね、きっとブラッドベリーがオタル様を守ってくれるわね。こらクソジジー、まだできないのか飛行メカは。はい、努力してます。ほらほら、参った参った。しかしまあ、よく気絶する男だねそれにしてもでっかいタンコブ、カッパなら間違いなく即死だな。けど脈もあることだし、そのうち目覚ますだろう。さてと、問題はどうやって帰るかだ。待てよ、無理して帰ることはないか。邪魔者はいないし、このままここで夫婦水入らずの新婚生活ってのもありありありだよね。パンパカパーン、よーし実験開始。倍じゃ。遠心力で体中の水分が溶け出してますわ。洗濯機みたい。電気どうぞ。バカバカうまいもん食ってもらわなきゃ。あ、うん、どっちがうまいかな。お、なんだこいつ、なんか用か。そうだ、やっぱ動物性タンパクも必要だよな。なんだいなんだい、まだ寝てんのかい。オタル、まったく、この私をこんなに熱くさせちまうなんて憎いやつだよ。ブラッドベリー、逃げろブラッドベリー。オタル、逃げるんだ、ライムとチェリーを連れて。うげ、まいったね。呼ぶんなら私だけにしといてくれよ。あ、青い方が良かったかな。いやいやいや、ブラッドベリー、てめえ一体何食わせがったんで。いや、ちょっと、きつけ薬をね。でも、よかった。よかったよ、目が覚めて。いいわけねえだろがよ。みー、ポンタ君の子供じゃねえか。ポンタ君、なんだいそりゃ。なんてことを。親ポンタ君に見つかったら、ただじゃ済まねえぞ。
なあ、オタル、親ポンタ君に見つかったらってどういうことだよ。え、おめえ本当に知らんねえ。なあ、ケチケチしないで教えろよ。後ろ、後ろ。え、後ろ？カウントダウン開始、発射100万秒前。じゃあこらー、さっさと発射せんかい。力はスイッチオン。おお、大成功じゃ。超高速で飛行すればプラズマ雲に出くわす確率も減る。わしってやっぱ天才じゃな。あら、なんで僕だけいつもこうなるの？こいつの強さ半端じゃないぜ。大丈夫か、ホタル？腕をやられた。ホタルはこの身に変えても私が守ってみせる。ブラッドベリー。よし、とどめだ。え？うわー、やめろ、ブラッドベリー。ポンタ君に罪はねえ。悪いのは俺たちの方なんだ。ブラッドベリー、てめえ。安心しな、峰内さ。言っただろ、オタルの願いなら何でも叶えてやるって。ブラッドベリー。俺はさ、これからもずっと3人が力を合わせて仲良くやってってくれればいいなって思う。そう、ポンタ君と戦った時みてえによ。うん、僕仲良くするよ。まあ、オタル様がそうおっしゃるのなら。うん、ブラッドベリー、おめえもな。もう二度と同じ過ちは犯さない。オタル、私今回のことでよく分かったよ。ブラッドベリー、食うなら青い実、赤い実は死ぬほど辛いってね。え？ホタル！ホタル様！寂しい時、切ない時。
ぬか喜びでい。おたる大好き。なに？本当かチェリー。はい、この通り一粒のお米も残ってません。なんてこった。うちの経済状態がそこまで切迫していたとは。ま、無理もないね。おたる一人の稼ぎで4人食ってんだから。そうですわ。こうなったら私たちも手分けして働きましょう。そんなことより今日の朝飯どうすんだ。もう今日の朝飯飯で遭難した恒星間移民船メソポタミア号、惑星テラ2に不時着し、生き残ったのは男性ばかり6人であった。彼らは人間の女性をかたどった汎用アンドロイドマリオネットを製作する。さらに6人はクローン培養によってそれぞれの子孫を残し、6つの都市国家を築いた。その一つ、ジャポネスに住む少年オタルは、乙女回路を持つ3体のマリオネットを目覚めさせた。貧乏は。あ、うるせえ。もうちょっと探すの手伝いよ。でもないもんはないって。うーん、ライブ、ちょっとおめえタンスどかせよ。タンスね。はい。やったー。お天道様、やっぱ俺を見捨てなかった。これで米が買える、飯が食える。気持ちの思いをしないでそのライブ、早速行って買ってこい。了解。あ、ちょっと待った。え、なに、ホタル。よし、ライム、その笑顔だ。いいか、ライム、買うときにそうやってにっこり微笑みながらお米くださいって言うんだ。そうすりゃ、きっとおまけしてくれっから。うん、わかった、そうする。よし、行ってこい。ダメだよ、オタル。ライムに余計なこと言っちゃ。あいつは一つのこと考えると他のことはどうでもよくなっちまうんだから。また大家に問わされちまう。オタル様、今日も美味しく浸かりましたわ。うわー、チェリーの漬物はジャポネス1、いや、テラツ1だぜ。まあ、そんな、それほどのものだけど。確かにうまいんじゃないのかよ。つい後を引いてしまうんじゃないのかよ。たく、無駄も隙間ありゃしね。暴れたら腹が減った。お米ください、にっこり。お米ください、にっこり。お米ください、にっこり。よし。おー、ライムじゃないか。
今日も元気がいいな、朝から。おお、そうじゃ、ライム、お前さんもこれ買わんか。なに、この紙切れ。こいつは富くじといってな、当たると大金持ちになれる魔法の紙切れじゃ。魔法の紙切れ。もう一度言ってみろ。だから源内じいちゃんが魔法の紙切れだって。それでさっきの金で買ったのか。これは漬物で食うとうまいのか。もしかしたら。ライム！まあまあ、もうそのくらいにしときなよ、オタル。ライムも反省してるみたいだし、だいたい買っちまったもんはしょうがないじゃないか。けどよ、いくらライム怒ったって金は戻らないんだよ。ごめんなさい。食い物の恨みは恐ろしいって言うけど、おたる様怖い。おたる、聞いたよ、おたるくん。なんで生きてやったのか、花形。米を頼まれて富くじを買ってくるなんて、やっぱりマリオネットはおバカだね。うるせえ。おいおい、僕にまで当たらないでくれよ。僕は君のためを思って。ほら、どないですか。炊きたての銀シャリだ。さあ、心ゆくまで食べてくれたまえ。さあ、おたるくん。いらねえ。え？てめえに怒られたら後で食えや。あ、おい、おたるくん、せっかくの親切を。よう、花形の旦那。よう、相変わらず贅沢してんじゃねえか。いや、これはその、そろそろ貸した金を返してもらいたいんだがな。ライムたちが来てから加速度つけて貧乏になっちまったぜ。やっぱり今の稼ぎじゃ4人は辛いよな。あ、これはニッパチバーガー。ホタル様、どこへ行ったのかしら。さあね、懲りずに食探しでもしてるんじゃないのかい。ホタルがお金持ちになれますように。いやー、まったくよ、早く気づけばよかったんだよな。食い物屋をやりゃ飯に困らねえじゃねえか。屋台のハンバーガー屋とは珍しいな。おう、兄ちゃん、一つあったかいとこ頼むわ。ああ、エルスイー、ちょいとお待ちを。あら、できたった。あら、でもなんか不格好だな。ダメなこりゃ。あ、おい、何やってんだよ。おお、すまねすまね、今の失敗。さあ、待ち、すぐ作り直すから。早くしてくれよな。えいへい。はい、けー、きってねー。なんでもいいか、俺が来んじゃねえしよ。え、待ち。お待ちじゃねえよ、見てたぞ今。あ、たま、作り直せ。えいへいへい、見られちゃしょうがねえ。あ、お客さん、一緒にシェイクなんていかがすか。あ、どんなのがあるんだ。お、新製品でザクロシェイクってのがあるんですけど。ザクロシェイク？どんな味すんだ？そうね、お、俺もまだ飲んだことねえんで。あ、ちょっと飲んでみますね。お客さん、これやめた方がいいや。あ、そう。まあ、そしたら今日はハンバーガーだけでいいや。そうっすか？え、もちい！おい、いくらだい？バーガー3つとシェイク。ちょっと待て。何か？俺が買ったのはバーガー1個だぞ。うん、結果的にはね。でもそれまでにバーガー2つ作ったし、ザクロシェイクも試したじゃないっすか。忘れちゃ困んな、お客さん。てなわけで、都合合わせて。ありがとうした。何も殴ることはねえじゃんか。だから、あ、よっしゃ。おめえら、おたる、僕も手伝うよ。ダメダメ、邪魔なだけだよ。ライムのやつ、さっきのこと気にしてるんだよ。名誉挽回させてやんなよ。
お願いします。おたる様、おたるやらせてよね。けど手伝うっつってもよ。実際見てらんないんだよ。いいだろおたる。けどな、待てよ。くそー、借金取りの連中め、少しは手加減しろよな。あー、しかし早いとこ借りた金を返さないと今度は殺されるかもしれんな。なんか手っ取り早く儲かる話でも見つけないと。そうだ、あれだ悪く思わないでくれよ、おたるくん。いつもより笑顔いっぱいで回しております。どうか回りやすい。このマリオネット見ろよ、笑ってるぜ。信じられない、マリオネットが笑うなんてな。うなぎ照り焼きバーガーお待ちどうさまでした。はい、うだ照りお待ち。お次ご注文どうぞ。でもあの笑顔いいな。ああ、あれ見てなんか嫌なこと忘れちまうぜ。なぜだ。私にもさっぱり。でもまるっきり赤字なのは事実ですわ。おめえちゃんと金もらったろな。もらってるよ。私を疑う機会じゃ、なんでこんなに大赤字が出てるんだ。大赤字って儲かるどころか損してしまったということよ。へえ。なあ、おめえらなんか心当たりねえのかよ。ちっと考えてみな。つってもね。そうだな、いい男には無条件でシェイクとポテトをおまけしたぐらいかな。私もハンバーガーを2つ以上注文してくれたら1つおまけしたくらいで。それだよ、そんなことしたら赤字になるに決まってんじゃねえか。なるほどどうすんだよ。俺じゃこの屋台のレンタル料も払えねえぞ。ホタル、あのゾウさんもレンタル。稼ぐどころか借金作ってどうすんだよ。おめえらに期待した俺がバカだって。おたるかわいそう。かわいそうって、おとはといえばな。なに、おたる。なんでもねえ。おたる、なんでもねえよ。神社で何かやっているみたい。ニッパチバーガーかな。違うよ。おお、みんなこっちじゃ、こっちじゃ。おれおれ、こっちじゃよ。あ、源内じいちゃん。なあじいさん、これは一体何の騒ぎで。え、なんじゃ、お前ら知ってて来とるんじゃないのか。富じゃよ、富くじの当日じゃ。富くじ。ライム、札はどうした。札、魔法の紙切れのこと。ああ、あれなら大事に仏壇にしまってある。あ、なんだよ、持ってねえのかよ。じゃあ急いで取ってこい。うん、わかった。じゃあ、ああ、いや、それなら大丈夫じゃ、うん、わしが自分で売った分は帳面に番号を控えてあるから。さすがじいさん。お、これから一番富の発表じゃ。
これも外れかい。今のが一等賞ということは。なんで？ってことはじいさんの全部外れたってことじゃねえか。情けねえ。ねえ、お金持ちになれなかったの？まあな。さ、行こうぜ。待て待て、まだ幸せをあなたに賞が残ってる。幸せをあなたに賞？なんだそりゃ。現金ではないんじゃが、毎回なかなか気の利いたものをくれるんじゃ。前回は確か米1年分じゃったな。なに、それって本当か？苦しい話、バカモン。米1年分って本当かって聞いてんだよ。嘘言ってどうする、本当じゃ。ライム、お前の番号いくつだ？じいちゃん、いくつ？こら、泡吹いてる場合じゃねえ。番号はいくつだって聞いてんだよ。ね、ねの1365番じゃ。ねの1365番。役人が札をついたよ。なに？幸せをあなたに賞は？ねの？ねの1365番。1365番ってことは。までのお前の失敗は全て水に流す。お前は最高だ、最高のマリオネットで。おたるおたる大好き。おたる許す。ちゃんと探せよな、ライム。ごめん。でも見つかってよかったですわね、おたる様。まあな。これでしばらく食うには困らねえってもんだ。はい、確かに幸せをあなたに賞の富札です。おめでとうございます。あ、じゃあ早速だけどくれっかな、米1年分。
は？え、いや、だって米1年分だろ、商品って。いやいや、それは前回のですよ。今回は米1年分ではありません。今回の幸せをあなたにしようはこれです。お漬物1年分。いやはや、所詮この世は金だというが。ねえ、おたる。ん？やった！笑った！おめえらと来たら、行くぞ！よし！金なんぞには変えられん。目には見えないが大切なものがあるようじゃの。おたるよ。君はマリオネットを愛してるとでも言うのかい？僕はね、自分の本当の気持ちにやっと気づいたんだ。君にふさわしい人はもっと他にいるんだよ。次回、セイバーマリオネット J 恋占いバトルロイヤル、ホタルくん大好きだ。どうか僕の親友間宮おたるくんが真っ当な人の道に戻れますように。願わくばおたるくんを惑わすあの悪魔のマリオネットどもの魔の手から彼を救いたまえ。アーメン。君と守るためこの地に君と出会う。
も左を見ても歩いているのは男だけ。クローン操作で生まれてくるのもなぜか全員男の子。それじゃあまずいというわけで、作ってみたのはアンドロイド。モデルはもちろん女の子。その名もかぐわしマリオネット。町人隣人に絵にしあり隣人隣人に絵にしありと出ておるな。隣人ベベベイ隣人そうかそうかそうだったのか。僕の町人はさあ勇気だぞ花形みつるぎ。やっはおたるくんグッモーニングだね。おたるくん、あもうおたるくん、親の因果が子に報い、背筋も凍るお化けの数々、お代は見てのお帰りだ。食い切って食ってやるんか。川屋はどっちですか犬。え川屋、もうわしゃつろうてつろうて、ああ漏れる。あ、まだまだまだだよ。1枚2枚、9枚の後1枚足りないとか言うんだよね。5枚、6枚、小鳥が7枚、8枚、9枚、1枚足りぬ、やれ悲しやの。六六首だよ。怖いぞ。3人とも楽しそうだな。いい仕事にありついたぜ。ルックス幼し、愛らしさ抜群、胸少々不満。ガー、色気あれど大味。さすがマニア推薦、マミアウタルのマリオネットを粒揃いっつう感じ。どれ狙うですか。多数決さゴー、いけっつう感じ。裏目地。何の演出だい。ホタル様、チェリー、チェリーどうした。チェリー待て待て、やっと見つけたよ、ホタルくん。離せ、バカ子の。話はしない。今日は君と僕の運命の日。チェリー。はい。じゃあライムは。話はしない。
記念すべき100体目我らのマリオネットコレクション堂々完成っつう感じ。あれここどこ、くそ間違ったっつう感じ。なんてこった、シェッ。よりによって最後の最後にハズレつかむですか。ホタルはねえねえ、君たち誰、お化け。お化けとはなんだ、我々は遂行にして偉大なマリオネットコレクター。わら、リンゾー、レアなテンペ、ピュアな電子系、泥棒だね。違う、コレクターだっつう感じ。どう違うの。愛があるんだ、自分の気持ちに正直に努力して手に入れたんだよ、それがコレクターズ魂っつう感じ。でも泥棒はいけないよね。お前にわかるかっつう感じ。うん、君わかんない。こいつ口語だよ、いいですか。マミオタルはお前にどんなプログラムしてるんだっつう感じ。ほんとね、僕とオタルとチェリーとブラッドベリーといつも仲良く暮らしてるんだよ。え、マリオネットと人間が仲良しこよしですか。こいつどっか行かれてる、クレイジー。お前たち目が汚い、嫌いだ。ふん、僕だってお前なんか嫌いだ。ヤマトナデシコタイプが好きなんだっつう感じ。お前みたいな鼻ぺっちゃなんて、ハグヒギヤルダーラダダダダダダ。貴様貴様貴様、よくもやったなっつう感じ。マリオネットの弱点なんか知り尽くしてるっつう感じ。よくも、やめろ。マリオネットのくせに人間様に逆らうねっていう感じ。俺がそばにいながら、ライム見てらんないよ。一日中ライムを探し回って。お優しいオタル様、傷ついてらっしゃるのね。こうなったらこの私がオタルのハートを癒すしかないね。真似すんな。そっちこそ負けないよ。私だってくそ。よしたまえ、オタルくん話せ。ライムを助けに行くんだ。そんなのお役人に任すのが筋だよ。盗難事件なんだから。盗難？違う、ライムは盗難さ。マリオネットはマリオネット、機械であって人間じゃない。だけど。落ち着きなよ、オタルくん。まさか君はあのマリオネットたちを愛してるとでも言うのかい。愛？違う、そういうんじゃなくて、俺は…オタル君、君は間違っている。愛は熱い心と紡がれた言葉が生み出す至高の奇跡。命と命が求め合い、せめぎ合って織りなす熱い火花。天地創造の時から人は人と付き合うものと決まっているんだよ、オタル君。マリオネットは所詮機械、付き合うことは愚か、愛し合うことなんてできないんだよ。君にふさわしい人はもっと他にいる。それは、それはね、このボクサー。にゃー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 。ホタル様、美しい火矢吹が。あら、ホタル様どこへ行ったのかしら。さっきまで話し声がしてたのに。ホタル、レンタルジャーニーは熱海でって。あら、ホタルは。それがいないのよ。また探しに行ったのかね。え、俺は、俺は。
君はあのマリオネットを愛してるとでも言うのか。君は間違っている。いらっしゃいませ。トナンさん、マリオネットはマリオネット、機械であって人間じゃない。違うか。俺は間違ってんのか。ライムを心配する俺はおかしいのか。オタルではないか。師範、俺は変なんでしょうか。それは確かにライムはマリオネットだ。それを心配する俺は。ライムというのは私を倒したマリオネットだな。オタル、常識とは人が決めたもの、価値観は自分自身が決めるものだ。自分の目で見て自分で考えろ。道に迷った時は原点に戻ってみるのもいい。君なら分かるんじゃないのか。ライム、ボタンを押してください。これって、ボタンを押してください。ボタンを押してください。突き進むが基地。愛は世界一美しい病気である。突き進むが基地。突き進むが基地。さあ、突き進むな吉。あ、ワタル様、脅迫状が。え、持ってくの間違った。お、壊されたくなかったら、お連れて一人で七首寺へ来い。わったか。本当に狙われていたのは可愛い可愛い私だったんですね。オタル、おめえら来るな。俺一人で行く。どうするつもりなんだい。見せますわ。耐えますとも。いや、そんな君が一番だなんてチェリー嬉しい。おいおい、あ、オタル様、人が見てます。いけません、いけませんわ。あいつ来るですか。間違いないさ、オッケー。クルセン、来たらこの傷の分までしっかりお返ししてやるぜっつう感じね、先生。そんなが万全だぜっつう感じ。来た。やいやいや、てめえら、ライムになんてことしやがる。こいつ手ぶらで来やがったですか。約束のマリオネットはどうしたっつう感じ。どうもこうもね。ねえら、さっさとライムを離さねえとただじゃおかねえぞ。僕だってあんなの好みじゃないんだ。やったら逆らうし、うるさいし。あ、わかったっつう感じ。あっちの可愛いマリオネットが美味しいんだな。同じマニアとしてよくわかるよ、その気持ち。どっち取るかっつったな。そんなんじゃねえ。わかったっつう感じ。あと100両つけるから交換してよ。言っとくけど、これパパに手に入れてもらったホンマモンのガルドラント星軍用パーツ。オーライ。どうだ、こいつを持ってくる気になったですか。てめえらみてえなイカレポンチの言いなりになるか。上がってきやがれ、カス野郎。マイガー。シェイは眠り、ナタンジェンでござるよ。
今宵の煩悩政宗は血に飢えておるでござるよ。やっちゃってください先生、ボコボコの切ってきてなーって感じ。これも浮世のつらい定めでござるよ。切っ先がでっかく見えやがる。負けられねえ。誰が何と言おうが、俺は俺の道を行く。突き進むが吉。ホタル。いやまだポーズを決めてなかったのに、ずるいでござる。先生がやられちゃった。冗談だよ、ね、冗談で済むと思うか。はりゃー、 ごめんよ。あ、そうだ、僕のコレクション欲しくない。あ、これなんか76年型モデル、それともジンゴロモードがいいっていう感じね。いい加減にしろ。ライム、世界がぐるぐるだよ。大丈夫かライム。平気だよ。そうか、ライムは強いな。ねえオタル、僕とオタルが仲良くするのっておかしいの？おかしくない。世界中が違うっつっても絶対おかしくない。うん。おたる、あそぼう。おたる様、ご飯ですわよ。おたる、熱海行こう。おたるは僕んだもん。はいはい。気になる、ならない、なる、ならない、なる、ならない、なる、ならない。でもオタル君、僕は負けないよ。必ずや君の目を覚ましてみせる。男花形ミツルギ、君のためなら死ねる。Bye.
ねおたる、戦争って何？大切な人がいなくなること？やだよそんなの、おたるがいなくなるなんて。僕ガルトラントに行く。ファウストに戦争なんかやめようって言ってくる。次回セーバーマリオネット J ガルトラント、みんなで行けば怖くない。おたる大好き。気候兵団、ペテルブルグ国境線包囲完了しました。アレクサンドル皇帝はこちらの無条件降伏勧告には応じず、徹底抗戦の構えです。ルクス、状況報告。クリーガー2、実戦稼働率 97%、 前線配備完了しました。よし、進行開始だ。ペテルブルグを落とせ。死ねって話だい。本当かよ。来るなら来やがれってんだ。火事と喧嘩はジャポネスの花で。善人な表往生を説く。言わんや悪人をや、信じる者は救われん。ファウストのやつ、ついにやりやがったか。あれ、あれ、あれ、とうとう戦争が始まんのか。何？戦争ってのはな、無意味な喧嘩のことさ。無意味なの？ああ。だったらやんなきゃいいのにね。そうだな。大丈夫だよ、僕がオタルを守るから。ありがとな。やったの客はよく駆け食う客だ。指紋に声紋、それに角膜センサーですか？ずいぶん厳重だね。将軍様、どういうことだこれは。上様はダミーファーストに。かなりの重傷を負ったのじゃ。そんな。それで将軍様は助かるのか。峠は越しておる。しかししばらくは絶対安静じゃ。お国の一大事という時に。将軍様、早く良くなってくれよ。
様がこんなことになっていたなんて。大丈夫だってチェリー、将軍様は必ず良くなるさ。はい、オタル、私も心配だよ、あのじいさんのこと。おい、ちょっとブラッドベリー、割り込まないでよ。あ、せっかく私とオタル様がいい雰囲気なんだから邪魔しないでよね。なんだよ、私とオタルはね、結婚を誓い合った仲なんだよ。何言ってんのよ、いつそうなったのよ、この妄想郷。それ自分のことだろ。何でって何で、お前ら、オタルはね、私が立派な男にしてやるんだ。もう一胸が大きいくらい。どうしよう、いい加減にしんしゃーい。この一大事に何をやってるか、上様は重体なんじゃぞ。待ってくれて、上様が早く元気になるといいっすね。上様が元気になるまで待ってはおれん。撃って出るのが正解じゃ。しかしガルトラントの気候兵団相手に勝ち目はあるまい。籠城です、籠城。拙者は三両かけてもいいでござる。いや、撃って出るべきじゃ、それがしが2両。だったら籠城に1両。安くなってますけど。てめえら、どいつもこいつも。あんた、ナンバースリー、あれ物が通高いもんじゃなきゃもったてな。あなたは二度にもわたって上様をお救いになったマーミア・オタル殿。おお、これが3体の無敵マリオネットですな。いや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 、いい加減にしやがれ。将軍様が渋滞でお国が一連っつった時にてめえらの態度は何だ。俺たち庶民の未来がてめえらに託されていたなんて悲しくなったかよ、ベラボメ。おお、人の話聞いたのか。聞いてますとも。無力の我々を見かねたオタル様がこの3体のマリオネットを引き連れてガルドラントに侵入し、軍事省の作戦コンピューターを破壊するのです。ちょっと待て、どうしてそうなんだよ。俺はただの一般市民で侍じゃねえ。もはやそなたしかおらぬのだ。数日以内には奴らはジャポネスに侵攻する。我らが必死に耐えているうちに、そなたがガルトラントのメインコンピューターを破壊する。さすれば敵のセーバーどもは機能停止、我がジャポネスは救われるのです。あのな、私からもお願いする。マジなの？冗談じゃねえ。俺は戦争なんかでっきれで、アマツさえこいつらを戦わすなんざ、もっての若手を蹴るぞ。お待ちください。成功した暁には英雄ですぞ。興味ねえよ。歴史の教科書に載り、銅像が立ちますぞ。いらねえ。さらには CD デビューにサインカード入りおせんべいにラッキーカードで素敵なアルバムをプレゼント。本当か、それは。おたるせんべいちょうだい。おたるだ。しかもラッキーカードだ。もう94番、苦しんで死ぬ。演技悪い。オタルだ。おっしゃ、この俺に任せなさい。任せなさい。本当ですか。ああ、必ずジャポネスに勝利をもたらそうじゃねえか。もたらそうじゃねえか。ならば、これを使うがよい。こいつすげえよ。よっしゃ、これで鬼に金棒で任せてくれ。俺がガルトラントのコンピューターをぶっ壊してやるぜ。バンザー、頼みましたぞ。バンザー。オタル君、オタル君、君ってなんてお調子者なんだ。ガルトラントに乗り込むなんて無茶だよ。あー、バカ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 、俺のバカ。おすまねえ、みんな。俺は昔からおまけ付きのお菓子に弱いんで。はぁ、花形、俺を叱ってくれ。おったるくんのお調子者、向こう水、行き当たりばったり、ストロドコへ、おたくら、バッコリねえの。などこだ。アホ、あんだがあいつに言われると無性に腹が立つぜ。それって理不尽だよ。でもそんなおたるくんが好きが。俺だけじゃなくて、ライムたちも危険な目に合わせることになるんだよな。
トラントへの侵入方法なんですけど。空は当然無理として地上も限られるな。ええ、やはり町の端にある地下空洞を利用するのが一番かと。このテラ2は階層惑星、つまり地下でつながっているからな。ホタル様、それでよろしいですわね。そうだな。ホタル、さっきからどうしたんだ。ちょっと何してんのよ。熱はないようだな。大丈夫だよ、ほらこの通り。動きが変。あとは退路の確認だな。もちろんそれが最も重要ですわ。やっぱりみんなを危険な目に遭わせることはできねえ。あのさ、ホタル、水臭いぞ。え、どうせ一人でガルトラントに乗り込もうと思ってたんだろ。ホタル、そうなの。お気持ちは嬉しいですが、逆にそうされる方が悲しいです。嫌だって言ってもみんなついていくからな。うん、みんなで行く。みんなで。お前ら、万が一の退路もこれで OK ですわ。ごめんなさい、起こしちゃった。何してたの。明日の作戦の確認をね。失敗は許されないし、明日は早いからおやすみなさい。うん、おやすみ。蛍様って優しいわね。私たちを危険な目に遭わせないために自分一人で行くなんて。僕だって蛍が危険な目に遭うなら行くよ。そうね、蛍言ってたね、戦争は無意味だって。うん、なんでファウストわかんないのかな。ほんとね、戦争なんかで大切な人を失いたくないって気持ちを。大切な人？戦争って大切な人がいなくなるの？さよなら。さよなら。さよなら。そんなのやだよ。ホタルがいなくなるなんて、そんなのやだ。ふん、小樽くんの行くところ、この花形ミツルギも行く。しかも愛情たっぷり手作り弁当を持って。花形くん、お腹すいちまったよ。ほら、僕の手作り弁当だよ、小樽くん。なんて気が利くんだよ、花形くん。やっぱり君が一番だ。チューしてやるよ。あー、そんな、あー、たまねえな、おい。スーパーたまねえな、おい。にょんと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 にょん。ホタルがいなくなるなんて嫌だ。僕がファーストに戦争をやめるように話をしてくる。なんだ。こちらでしたか、ファースト様。占領地でのお目覚めはいかがですかな。悪くはない。まもなくペテルブルグの全システムを掌握完了いたします。クローン生産工場および新生児育成センターはお前に任せる。では計画通り成果を見せろ。お任せください。ファウスト様、ジャポネスから地下を通って我がガルトラントに侵入を試みる者ありとの報告です。おそらくはジャポネスのセーバーティーゲルとパンタを迎えに出しました。出過ぎた真似をするな。お前たちは私の命令に従えばよいのだ。申し訳ありません、ファースト様のお休み中にいかなる罰も受けます。お許しください。へこたれない。ホタルを守るために頑張るもん。
さあ、いつでも来るがいい。丁重におもてなししてあげるわ。確かなんだろうな、花形。本当だってばさ、ファウストと話しに行くって言ってたよ。ライム。ネズミくん知ってる？戦争って大切な人がいなくなるんだって。わかんないよね。僕もよくわかんないんだ。でも、オタルがいなくなっちゃうのは嫌だ。あれ？分かれ道だ。どっちだろう？うわっ！え？もしかして道案内してくれんの？なんだりゃ？滝だよ。地上の水が地下に流れ込んでいるんですわ。待てやっほーい。どうしたの？ずいぶん地図と違うな。テラ2の地下階層の地盤は相当不安定なようですね。それで地形があちこち変わってんのか。ここが通れないとなるとかなり回り道だな。見つけたぞ。お前一人だけか。あ、ちょうどよかった。僕ファーストに話があるんだ。相当に話だと？うん、話に来たんだ。戦争なんてやめよう。なんだと？だから戦争なんて。バカにするな！ライム、どうした？何かあったのか？ライムが危ない。え？この向こうです。よし、道がないなら作るまでさ。おら！行くよ！やめて、やめて。ファウスト様に意見するだと？生意気な。だって、オタルがいなくなるの嫌だもん。今までの借りを返してやるぜ。ライム！オタル。自己紹介がまだだったね。私はティーゲル、ガルトラントのトラカイ。ライムを離せ！こんなもの！ホタル様！死ね！ホタルは僕が守るんだ！ライム！このガキ！スピードは私の方が上だね。どこ狙ってんだ？待て！おい！ブラックブリー！ホタル様！血が足りないぜ、ガキが。ライム、砕けろ！昔本で読んだことがある。人間の女の子はネズミが嫌いだって。うわぁ、お友達がいっぱい。
乙女カエルがネズミに反応したのか。何、侵入を許しただと。たかがジャポネスのセイバーごときに遅れを取ったというのか。私は無能なものは好かん。ルクス、これからお前が指揮を取れ。わかりました。ホタル様、あと少しでガルトラントですわ。あ、ホタルがいなくなるなんて嫌だから、だから僕、戦争はダメだって話してこようって。そうしたらネズミ君が助けてくれ。大丈夫、俺はいなくならない。誰もいなくならない。本当に？あ、本当に本当？ああ、本当だ。本当に本当に本当に本当だね。本当に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 本当だ。おたるくん、ひどいよ、置いてきぼりなんて。あなたどこ行ってたんだよ。先に行っちゃうから道に迷ってたんだよ。知ってんだろ僕の方向性。知らねえよ。よし、ライム、チェリー、ブラッドベリー、おまけに花形。おまけですか。ガルトラントの作戦コンピューターを壊してみんなでジャンプネスに蹴るぞ。はい、はいですわ。おうよ。戦入黒き帝国、おたる